どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ブログスタイルをやらせていただきますので、本題に入るまではちょっと時間がかかるんですけども、はい、じゃあまずは、まあ、あれからやりましょう。はい、今日のメニューは、というか今日のメニューもゴーヤとバナナが主で、その中に、ニンニクとレモン汁と、あと何だっけ。じゃあちょっと今からスイッチ入れます。はい、できました。あ、いい色ですね。いただきます。あのバナナとレモンがあればニンニクの苦味だったり、あのゴーヤの苦味だったりっていうのが全部リセットされるので、全部美味しくしてくれるので、いいっすね、バナナとレモンは。はい、というわけで今から目的地の方に向かいたいと思います。はい、ということで到着しました。今僕は外苑前に来てます。もうちょっと分かりやすい言い方すると、まあ南青山なのかなっていうと、まあところに来てます。で、今からここでちょっと用事を済ませて、でその用事が終わったらまたブログを再開したいと思います。はい、それではまた後ほど。はい、ということで行ってきました。てか、まあ用事が終わりました。で、終わったんですけども、内容は言いませんけども、ちょっとやっちゃったっていうのがありましたので、あんまり今ちょっとテンションが高くないっていうのと、この後のネタがちょっと思い浮かんでません。まだ実はせっかく青山に来たので探検したいということで、今まではその京都に行ったり大阪に行った時にスッキリ空間探そうってことやってたんですけど、青山というおしゃれタウンでスッキリとした場所を探したいと思います。で、なんか歩いてる途中でなんかネタが思い浮かんだら、それを動画のタイトルにしますんで、はい、すいません、ちょっと適当にやってると思われちゃうかもしれないんですけど、時間があるなら撮影したいんで、はい、はい、ということで行ってきます。いやー、しかし今日はもう夏ですね、本当に。今ここラグビー場が目の前にこう見えてるんですけど、もうラクロスやってる時はこの炎天下で普通に練習やってましたから、今考えたら恐ろしいです。富山青山高校っていうとこらしいです。あ、都内のど真ん中にあるのにグラウンドは結構広いですね。はい、で続いてこちら明治神宮球場でございます。スバローくんでしたっけ、名前は。で、まあもちろん入れるわけがないと。いやー、でもやっぱ木陰に入ると途端に涼しくなります。最高です。僕今回その明治神宮って初めてではなくて、前回会社員時代、課長主任とあと先輩と僕で、そう、ここの明治神宮球場にちょっと試合を見に来たんですけども、めちゃくちゃ雨で、すごい雨で、そう、課長が超不機嫌になるっていう空気感やばかったなまあ言うてここもそんなにスッキリ空間ではないので次に行きましょう。もはやここは青山なのかどうか、おしゃれさはあんまないんですけども、ただこうやってあっちで工事、大林組が工事していて、でこっちの方にも工事をしてあるところがあります。すごいですね、こっちの方までずーっと工事してるんですけども、これめっちゃでかいですよ。え、大丈夫かな、こっち何にもない気しかしないんだけど、まずいな、迷い込んだかなまあでも散歩楽しいから、いや、僕はこうやって散歩するのが好きなので、暑くても全然散歩しちゃうんですけど、あなたはこういうもう炎天下の時にあなたはどうやって過ごしますか。雨の日と同じようにこうやっぱ外に出る環境としては結構辛いので、家でのんびりしますっていう人もいると思いますし、いやいやと、晴れてもうこういう暑い時はもう海でしょうと言って海に行く人もいると思いますし、あなたはこういう炎天下で暑い日はどうやって過ごしますか。はい、ちょっとコメント欄で教えてください。やっぱりちょっとしたこう森の中っていうか木陰に入ると涼しいですね。木陰に入るとやっぱ涼しいですね、ちょっと。はい、ありがたいです。なんかこれ不思議なものがあります。で、まあ、こういった公園
結構広くてすっきり空間かなっていうふうに思ったんですけども、僕の場合こうすっきりの基準はこう見晴らしがズドーンなので、見晴らしがズドーンっていう、もう5キロ10キロ先でも見えちゃうよみたいな、そういうところが僕の中ではすっきり空間だったりするので、あとはこう本当に必要最低限のものしかないっていう、そういうところなんですけども、すっきり空間を探す旅続きます。あ、ちなみにこうやって移動してる間もちゃんと仕事はしてますので、はい、安心してください。ニートにはなってないです。お、なんかすっきりした空間が現れました。めっちゃ広い、ズドーンですよ。すごいかっこいいですね。で、こっちには日の丸がかっこよく傾いてます。お、そしてこちらでは野球をやっております。やっぱりスポーツやってる人ってかっこよく見えます。僕もなんかスポーツやる時間ないかな今は。この建物もかなりでかいです。と絵画館学園、どういうことですか、学園なんですか。うわ、それにしてもでかいな、近くに寄ると。あ、僕が言いたいのはこういうすっきり空間のことです。この見晴らしがもう向こうまでズドーンってこう見える感じ、こういうところに来ると僕はもう一気に疲れが飛ぶっていうか、充電できるっていうか、いや、いいっすね。まあただちょっとこれだけだと取れ高的にもうちょっと欲しいところなので、次行きましょう。お、突如現れた信濃町駅で、ちょっと散歩中に思ったんですけども、洋服が、特にこのズボンがめっちゃ暑い、なのでちょっと、もう今気温が28度なんですけど、もうちょっと半ズボンだったり買っていいよねっていうことで、洋服買いに行きましょう。すいません、試着したいんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで無事買ってきました。着替えを返します。行きます。はい、という感じでこうなりました。ちょっとキモいな。はい、こんな感じです。まあ、ちょっと靴はちょっと気にしないでいただきたいんですけども、めっちゃ無難な感じになりました。今回こんな感じ買ってみて、めちゃくちゃ涼しいです。全然長ズボンの時と違います。まあ、ビジネスシーンで使えるかって言われたら場所を選ぶと思うんですけども、まあ、でもとりあえずこれは買ってよかったです。めっちゃ涼しいです。この夏を快適に過ごせそうですって言っても、まだこの夏はこれからなんで、今28度でヒーヒー言ってる僕はちょっとまずいですね。今年の夏はこのズボンをヘビロテしてボロボロになるまで履き潰したいと思います。はい、ということで今回はちょっと前半ネタが思いつかない状態でブログをスタートしてしまいましたけども、夏のズボン買いましたっていう、どうですかね、テーマ的に地味になっちゃいかねないんですけど、まあ僕はちょっとミニマリズムなライフスタイルをやってるので、とりあえずズボンは一着で十分かなっていう感じで、洗濯しても1日で乾きそうですし、はい、ということで今回は、ズボン買いました、半ズボン買いましたっていうお話でした。はい、もし今回の動画ちょっとでも面白かったです、まあ、絵的にちょっとこうおしゃれな雰囲気を味わえましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今からお昼ご飯食べて、お昼ご飯食べながらこの動画を締めたいと思います。いや、ということで、ご飯行きましょう。